こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。護衛艦伊豆、物回収工事も終盤となってきている。そんな中 F-35B 戦闘機の訓練場に馬毛島に焦点が当たっている。現在は洋島などで行っている。米軍の訓練なども馬毛島で行う予定だ。だが、この馬毛島買収の話が進んでいかない。やはり西之表市、市長が反対をしているため、うまく話が進んでいかない状況だ。では、馬毛島の最新情報を紹介しますね。2019年の末に、島の大半を所有するタストンエアポート社と日本政府とが、大筋で売買に合意し、アメリカ軍や自衛隊の拠点が設けられる。予定地となったのが、鹿児島県の馬毛島である。馬毛島は、大隅諸島に属する東シナ海に浮かぶ小島で、種子島の西、屋久島の北東に位置しており、面積は約 8.2 平方キロメートル。タストンエアポート社の社員以外の住民はいない島だ。近年、馬毛島の名が報じられる元となったのは、2007年にアメリカ海軍の横須賀を母港とする第7艦隊の航空母艦艦載機の陸上離着陸訓練の代替地として取り上げられたことに端を発する。陸上離着陸訓練とは、通称 FCLP と称され、この2007年を含めて近年は、小笠原諸島の硫黄島で実施されており、横須賀への航空母艦入港の際に、その艦載機と操縦者の練り度維持を目的として行われるものだ。アメリカ海軍の大型航空母艦とはいえ、その飛行甲板の長さは、300メートル前後しかなく、ことに視界に悪い夜間の離着陸は、極めて難易度の高い操縦技術が求められるために必須の訓練といえる。この陸上離着陸訓練、FCLP の実施場所として、馬毛島が浮上したのは、横須賀と硫黄島間でも 1,200 キロもの距離があったが、さらに航空母艦艦載機の横須賀入港時の駐機船が岩国に変わることによる。この変更によって硫黄島までの距離はさらに約200キロほども遠くなり、操縦者の移動時の負荷や費やす燃料、時間などが増加し、厚木基地で強行された訓練での騒音が深刻な懸念事項となっていた。前述のように、馬毛島は事実上の無人島状態であり、加えて岩国からは、約400キロと硫黄島までの3分の1以下の距離で済むことから、有力な陸上離着陸訓練、FCLP の代替地として、国の取得が進められてきた。ただ、馬毛島の所有者である、タストンエアポート社と日本政府との交渉は、順調だったわけではなく、当初は、貸し出しを望むタストンエアポート社と、購入を目指す日本政府との思惑の相違が顕著だった。さらに、売却に舵を切った、タストンエアポート社の希望額は400億円とされ、日本政府の提示した最終的な金額160億円とは大きな乖離があり、これが元で一時は交渉の決裂が報じられる一幕もあった。最終的には経営の悪化したタストンエアポート社が
160億円での売却に合意する形で現在に至るが、この金額自体も島の価値を45億円と見積もった経緯があったため、今でも問題視されることもある。ともあれ、2019年12月にはタストンエアポート社と日本政府との交渉はようやく大筋での合意にたどり着いたわけだが、2020年9月にはこれに反対する地元の団体や政府の動きが報じられることになった。馬毛島は行政区分の上では種子島の北部に位置する西之表市に属し、人口約1万5千人弱のこの市では、2017年から現在の矢板氏が市長を務め、2021年3月の任期満了を控え、再出馬の意向を表明している。矢板市長は、2020年8月にアメリカ軍基地や自衛隊基地設置に伴う質問書を防衛省に提出しており、その回答期限である9月末日の返答内容をもとに自身の最終的な判断を示すと市議会で述べている。ちなみに2021年の西之表市市長選には同市の商工会長である福井氏も立候補する予定だと伝えられているが、福井氏は馬毛島へのアメリカ軍基地や自衛隊基地設置に明確に反対する立場を表明している。現職である矢板市長は、2020年5月には、自衛隊基地設置に対して反対の意向を見せた。慎重な立場を貫いている。大阪の国や防衛省への自身の判断が、仮に矢板市長も最終的な判断として反対を打ち出すとした場合には、両候補者がアメリカ軍基地の自衛隊基地設置に関しては同様の、どちらかの方に市長選の争点を考慮すれば、その可能性が増えたら、2020年9月には、馬毛島沖で防衛省が行う予定の公認の調査に対し、これまで公表を利用していた馬毛島沖に受け入れを認めることを決議。その理由が明らかにならないことは議論を呼んでいる。ただ、政治的には、西之表市サイドも、基地の設置を容認する動きが、大勢を占めてきたとも映り、矢板市長が示すとされる、最終的な賛否の、判断もこれに準じたものとなるのではないかと推察される。矢板市長が、防衛省に提出した質問書については、期日であった9月30日の夕方に電子メールによる回答がなされており、どのあたりを落としどころとして矢板市長が判断を下すのかに注目が集まるだろう。防衛省としては海上航空の両自衛隊の拠点としても馬毛島を活用する方針であり、尖閣諸島周辺での圧力を強める中国に対する備えとしての機能も持たせる方向だと考えられる。よって馬毛島は航空母艦化の改修が実施される護衛艦出雲、加賀やその際の艦載機となる F-35B ライトニングに戦闘機の訓練拠点としても活用されることになるのだろう。